2011年問題、2011年問題、2011年問題では、日本のテレビジョン放送における2011年の地上アナログテレビジョン放送の放送終了並びに、地上デジタルテレビジョン放送への切り替えに関する事項、また切り替えに伴い生じた問題について述べる。地上デジタルテレビジョン放送は、地上アナログテレビジョン放送に使われている UHF の一部、 原則13から 52CH をそのまま用いて放送される。このためデジタル放送に使用する送信周波数、物理チャンネルを確保するため一部地域ではデジタル放送と同一チャンネルとなるアナログ中継放送局のチャンネル、周波数を変更すること必要になった。このようなアナログ放送チャンネルの変更、移動を一般に穴穴変換、 アナログマイナスアナログ変換を短縮したもの。別名、アナ変と呼んでいる。なお、後述のデジアナ変換とは、無関係である。地上デジタルチューナーを持たないテレビ、録画機などは、地上デジタルチューナー搭載機器、単体チューナー、DVD レコーダー、テレビ、CATV セットトップボックスなどの、ビデオ信号出力など利用し、追加機器から、テレビ側へ、映像、音声、 制御信号などを入力することで廃棄することなく、継続して使用できる。デジタル放送の利点である、画像品質やアスペクト比にかかわらず、また、各種の機能などを必要とせず、コンポジット映像信号などのビデオ信号出力を利用すれば、画質と音声の劣化はあるが、多くは継続使用できる。ただし、テレビとチューナーの双方を操作する必要があることから、 従来のアナログテレビ単独仕様と比べて利便性が低下する。録画機、またはテレビのいずれか一方が地デジチューナー非搭載であっても、もう一方の機器が地デジチューナー搭載タイプであれば、相互的な利用が可能となる場合がある。特にダブル以上の地デジチューナー搭載タイプであれば、録画しながら別放送を視聴も可能となる場合がある。いずれも詳細は口実。シャープは 地デジ黎明期に地上デジタルチューナーを搭載していない BS110 度 CS、デジタルチューナー搭載アクオス専用の地デジユニットを販売していた。当時最低限の追加費用で地デジチューナー搭載アクオスと同等の利便性を得られるのが大きな利点であった。地上デジタルチューナー非搭載機器の多くは標準画質だが初期に流通していた地上デジタル対応の 単体チューナー、DVD レコーダー、CATV セットトップボックスは、この継続仕様に特化したものなく、ハイビジョン画質だが、チデジチューナーを搭載していない、アナログハイビジョンテレビなどへの接続が考慮されていた、ために過剰性能であり、その分高価なものばかりだった。総務省の情報通信審議会は、電気メーカーに対し5000円前後の特化した。 単体チューナーの発売を求める答申を出す方向で動いた。その後、2009年9月に5000円を下回る価格の単体チューナーが発売されるようになった。地上デジタルチューナー搭載の各種機器、地デジタル OHDD、DVD レコーダーまたは HDDBD レコーダーであって、チューナーからの映像、音声出力端子を持つものがあれば、そこから映像、 音声コードを介して接続することで継続使用が可能である。現存するほとんどのテレビは映像、音声入力端子を備えているが映像、音声入力端子が搭載されていないテレビではビデオデッキを間に挟むかビデオ信号をアンテナ端子から入力可能な RF 信号に変換するモジュレータ、例、マスプロ電工の AV 編長器、 VMD3M の追加が必要である。なお、NTSC 規格の使用上、旧型の白黒テレビでも利用可能である。また、集合住宅や大量にテレビが設置されている施設などでは、デジタル放送をアナログ放送に変換するコンバータを使用して利する方法もある。一部の CATV 事業者では、 アナログ放送終了後も一定期間デジタル放送をアナログ放送のチャンネルにダウンコンバートして優先放送することを予定している後日のデジア長江参照。この場合はその CATV を利用できる環境、集合住宅などでは利用者に無料で地上波を配信していることもあるであればアナログ放送終了後も一定期間アナログテレビで地上波放送を視聴できる。 前述の地デジチューナー非搭載テレビと同様に、地上デジタルチューナー非搭載録画機、ビデオデッキ、CPRM 対応 DVD レコーダーなどについては、地上デジタルチューナー搭載の各種機器、地デジ対応テレビその他であって、チューナーからの映像、音声出力端子を持つ機種であれば、そこから映像、音声コードを介して録画を行える。ただし、CPRM 非対応の古い、 デジタル放送レコーダーではコピーガードのかかったデジタル放送を DVD や HDD に録画できないものがある。VHS などアナログレコーダーについては録画は可能 RCA 端子を用いテレビ側の出力端子とビデオデッキ側の入力端子をコードで接続する。この場合画質は4、3サイズに圧縮された標準画質になる。だが コピーワンスのコピー制御がかかるため、これはダビング重視工具も変わらない。その録画した VHS から別のデジタル録画機へとコピーすることはできない。日本の地上デジタルテレビ放送コピー制御を参照。NHK 教育テレビジョン、E テレの時報による時刻合わせ機能を搭載している録画機器も多いが、 延期されていた被災3件の地上アナログ放送が2012年3月31日に終了したので、同年4月1日以降は使用できなくなった。被災3件を除く各都道府県は2011年7月24日に終了しているが、24日は正午をまたぐ番組以後、将棋フォーカス11時45分 -12、15地域により、 全国高学校野球選手権地方大会中継差し替えのため実質は一部の高校野球中継差し替え地区を除き7月23日で地方放送は終了となっているデジタル放送へのスムーズな移行を促す目的で自力では買い替えが困難な低所得者世帯などに地上デジタルチューナーが無料配布されたデジタル放送は その伝送誤りの処理能力内なら、障害のない、または少ない受診が可能だが、誤り訂正能力を超えた伝送誤りが発生すると、ベリノイズが現れたり、全く受信できなくなる。アナログ放送ならば、災害などで地元の放送局に障害が生じても、他県の放送をゴーストが生じたり色がつかなかったり、する状態で何とか受診して、 災害情報を得られる可能性があるが、デジタル放送では、その可能性はなくなる。これは、アナログラジオ放送を廃止しない政策の理由の一つである。こういった問題は、集合住宅において、協調設備により受信している場合、さらに複雑な問題をもたらしている。集合住宅の協調設備が、ケーブルテレビ局により再送信を行っている場合は、次の問題があるが、 工事のデジアナ変換の対応により解決される場合もある。シアナ放送廃止を控え、大手家電メーカー各社は、アナログチューナーのみ、搭載の受蔵機及び録画機の生産を2000年代後半に打ち切った。なお、これらには、総務省が定めた2011年アナログテレビ放送終了ステッカーが出荷時に貼られていた。 家電リサイクルの面でもアナログテレビの大量廃棄が問題となる。電子情報技術作業協会の予測では2007年から2013年の排出量の総数は約6428万台と見込み、特に低波直後の2011年には約1800万台に達し2006年度の約2倍とされている。 2011年6月頃から、小売特有 HF アンテナや連価体のデジタルテレビ、地上デジタルチューナーの注文が、家電量販店やディスカウント店に殺到し深刻な供給不足に陥った。チューナーについては、BS デジタル110度 CS 放送対応の、比較的高額なもの、実売価格で1万円以上するものは、比較的在庫が残ったが、 地上デジタル派専用の安価なものは、店頭から姿を消し、通でも2ヶ月待ちという状態が続いていた。アンテナについては、従来地方局を受信するために挙げていた、アナログ用 UHF アンテナでも、理論上、チューナーのみ交換、必要であれば、アンテナ調整やブースターの追加設置で受信可能であるが、地デジタル用と称された。 高額な氷得アンテナを購入させられる事象が相次いだ。同様に古い家屋などで 3C-2V などの細い同軸ケーブルや300オームフィーダー線が屋内配線に使用されている場合、BS や CS を混合せず、経年劣化や損傷がなければ、理論上はチューナーが必要な電解強度を得られていれば、全く問題ないが高額な工事費を払って、 再工事をしてしまう例が多かった。これは、変調方式と電波の受信、優先搬送に直接の関係はないとする電波の基本理論が、末端ユーザーに周知されていないために発生した。アナログ放送を受信している視聴者でも、デジタル放送だと勘違いをしている視聴者や、デジタル放送を受信している視聴者でも、アナログ放送だと勘違いをしている視聴者がいるため、 低波になった時に多少の混乱が起こることも懸念されている。そのため2008年7月24日からアナログ放送終了に備えた措置を実施した。全国地上デジタル放送推進協議会のアナログ放送終了計画では、この措置を当初は4ステップに分け、その後5ステップに分けるとした。なお、以下の措置においては、 視覚障害者に対する配慮を行うとされている。ケーブルテレビ等でのアナログ再放送継続に関する暫定承知。ケーブルテレビや光放送、フレッツテレビなどで2015年3月31日までアナログテレビでも地上波が視聴できるように、センターセが受信したデジタル放送の信号をアナログ放送の形式に変換し、有線放送等で再放送を実施していた。 低波直前の映像、クロージングは曲によって様々であったが、大別すると以下のご通りになる。アナウンスやテロップは、これでアナログ放送を終了します。長年のご視聴ありがとうございました。これからはデジタル放送でお楽しみくださいというものが多かったが、BSNTSKHBCTVS 等、これでアナログ放送の電波を停止しますと、 アナウンステロップ表示するクロージングも少なからず存在した。BS アナログ放送についてはテレビ受像機の普及が地上波よりもかなり進んでいることや全国一律放送であることもあり地上アナログ派と同時期に終了させるハイビジョン実用化試験放送として長らく放送されてきたが普及が芳しくなかったミューズ方式のアナログハイビジョンは 地上デジタル化に先行して終了した。視聴者が使用しているブースターが多くのチャンネルを増幅する性能が十分でない場合、地上デジタル放送開始とともに UHF 帯域のチャンネル数が増えるために UHF 帯域の地上アナログ放送に素のノイズが現れる。これが現れた場合は、社団法人電波産業界受信対策センターに 相談する様に呼びかけられている。地上デジタル放送へのフィルターを取り付け、地上アナログ放送に障害が出ないようにするという。地上デジタル放送への対応はしない。この障害が現れると、地上デジタル放送への対応には、多くの場合ブースターの調整、または、交換が必要であ。地上アナログ放送が低下すれば交換しなくても、地上デジタル放送が支障なく受信できる。 可能性は増えるが確実ではない。一部のケーブルテレビ局では加入者の減少対策として放送対象地域外の放送局の電波が提供地域の全世帯までに届いていればその放送局の区域外再放送を行うつぼねも出始めている。老朽化した送信設備を地上デジタル対応に回収する費用が高額になることから 最終的に廃止されるケーブルテレビ局がある。現在、建造物によって周辺にテレビ受信障害、電波障害が発生した場合、建造物の設置者が費用を負担して、ケーブルテレビへの加入や協調設備を設置することで対応することが多い。しかし、そうして設置された協調設備の大半は、地上デジタル放送を想定しておらず、視聴するには改修工事が必要である。 ところが、地上デジタル放送の開始が、建築前には告知されていなかった場合は、その分の回収費まで保障する法的義務はないと、建築者や建物の管理者が主張することが多い。従って、電波障害によりデジタル放送が受信できない場合、そのテレビの所有者が実費で対処を検討する必要がある。なお、地上デジタルを所管する総務省は、このような場合、 協議を推奨している2011年3月11日に発生した東日本大震災東北地方太平洋沖地震による被害に伴い同年4月総務省で被災3県岩手宮城福島での地上アナログ廃止を延期する方向で調整し同年4月22正式に発表され後に岩手宮城 福島における地上アナログテレビ放送終了期日は2012年3月31日とすることが正式決定された。被災地に存在するテレビラジオの放送設備では、親局はすべて稼働しているが一部の中継局が被災しており、テレビ中継局63箇所、茨城23、宮城20、岩手16、山形2、福島2とラジオ中継局2箇所、 福島2月中、同年3月15日10時現在と総務省より、同年3月15日に公表された。また震災によって、地上デジタルテレビ放送の普及活動が停止している。ほか、被災地域では、南樹新地域の共同アンテナの損壊や流出が起きており、これに伴う措置として、総務省は7月24日に予定されてた、地デジへの全面移行を、岩手、宮城、 福島の3県については半年から1年延期する方向で調整を開始、前述3県や関東地方、長野県で被災し、デジタルアナログともに視聴できなくなった世帯や施設、対しては地デジ難市対策衛星放送を見られるようにした。前述の通り地上デジタル放送は、地上アナログ放送でも用いられた UHF 帯の一部、13から 52CH を、 そのまま用いて放送するが、地上アナログ放送との渾身防止のために53から 62CH 体を暫定的に用いた次局やこのことで受信障害が発生した中継局が存在した。その結果13から 52CH 体への集約と受信障害解消のため一部地域ではデジタル中継放送局のチャンネル周波数を変更することが必要に行った。 このようなデジタル放送チャンネルの変更、移動を一般に、リパック、先日の、穴穴変換に対して、デジデジ変換ともと呼んでいる。リパックは2012年7月24日、東日本大震災の被災産県と被災県以外の一部、中継局、公選局などでは2013年3月31日までに実施されたが、地上デジタル放送受信機では、 チャンネルの再スキャン必要になるほか受信設備がリパック後のチャンネルに非対応の場合、設備の回収や交換が必要となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。